がキャンプ場のある昨日泊まったところです。そこからぐーっと右の方に行って、でこの山の裏側から登って、この道をぐーっと登ってきて、ここが峠になっていて、峠を越すと氷河を抱いた山が出てきます。看板があって道が2つに分かれてますが、とりあえずまっすぐ行ってみたいと思います。